はい、皆さんこんにちは。最近 TV の最近です。ほんの今さっきなんですけど、海外からやたらでかい段ボールが届きました。あ、それがこちら。じゃじゃん、なんかでかい謎の箱。そう、これが突然届いたわけなんですけど、これ送り主がなんと海外の YouTube からなんですよ。まあこれまでにもね、数々 YouTube さんから色々いただいております。まさにこれですよね。金の再生ボタン、銀の再生ボタン、それからなんだろうな、YouTube ジャージとか YouTube のスタジャンとか、まあ色々いただいてるんですけど、僕はね、まあなんとなくこれ中身わかるんですよ。このでかさでしょ。まあ大体わかるんですよ。皆さんわかりますか？勘のいい人はね、多分わかると思うんですけど、まあ早速開けてみたいと思います。おお、こんな感じで結構しっかりとスポンジが入ってますね。スポンジを取ると、これはでかいな。かなりでかいな、これ。よっでけ、あ、さかさか、よっと、ほっ、かなり大きい。おお、これはすごい、すごいかもしれない。おお、すごい、ロゴが入ってる。ほい、はい、ご覧ください。めっちゃかっこいいじゃん、この箱。 YouTube で重量感もまあまあ結構ありますね。で、この四角い箱でこの大きさっていうと、まああれだよね、金の再生ボタンですよね。どうしよう、これでジャージとかだったら全然違ったらどうしよう。僕は多分金の再生ボタンだと思っています。もう持ってるじゃんって思いますよね。そうそう、そこに飾ってあるんですけど、あの金の再生ボタンは正金 TV が100万人突破した時にもらったものです。で、こっち何かっていうと、おそらくなんですけど、僕のゲーム実況チャンネル正金ゲームズの方の100万人突破の記念の金の再生ボタンだと思うんですよ。開けてみよう。カモン、金の再生ボタン。おー、まだ来ない、まだ来ない。カモン、金の再生ボタン。おー、来たー。いやー、来ましたね、ついに。ゲームズの方の100万人金の再生ボタン、ありがとうございます。よし、これでガーンとかって割ったら終わりだからさ。いやー、いいねー、いいね、いいね、かっこいいね。はい、近くで見るとこんな感じでめちゃめちゃ輝いております。金だね、かっこいい。ただ文字にミスがないかを確認しないといけないんですよ。っていうのは、昔セイキンゲームズでジャージもらったことがあったんですけど、その時ね、スペル間違ってたんだよね。セイキンゲームズなんだよね、本当は。それがね、セキンゲームズになってたんで、前動画でやりましたけど、あー、コングラチュレーションセキンゲームズみたいになってて、非常に残念な感じになってたんですけど、まあそれはね、もう一回新しいのね、ちゃんと正しいスペルでもらったんですけど、今回もミスがないか確認しましょう。まあ日本だったらね、あんまりミスってないと思うんですよ。一字一句正確に確認してやるっていうのは、これ日本人の性格ですよね。ただ海外だと、おー、セキンゲームズ1ミリオンサブスクライブコングラチュレーションイエーって感じで、はい、オッケーって作ってるから、多分あ、これ勝手な想像なんですけど、ちょくちょくね、やっぱ間違いが起きるんですよね。スペルを確認しよう。いきます。ほい、大丈夫。セイキンゲームズ、お、合っていた、合ってた、合ってた、よかったなんだよこの確認っていうね。いや、合ってなきゃ困るんだけど、ちょくちょくあるんでね。セイキンゲームズ、大丈夫だ、大丈夫だ、合ってる、合ってる。 Congratulations on passing 1 million subscribers YouTube、 yeah、 あー、よかった、合ってたわ。ただね、これ以前の100万人の盾とはデザインが変わってるんですよね。色とか実は違うんだよね、これ。ちょっと昔のものと比べてみますか。はい、まずこれなんですけど、これはセイキンゲームズ10万人の時にもらった盾です。これは銀の再生ボタンですね。これと今もらった金の再生ボタンはデザイン、まあ似てるっちゃ似てるね。外枠が黒ですもんね。あ、まあまあまあ、ほぼ一緒のようなデザインですね。ただここの文字が赤いのが入ってるけど、今のやつはもう一色ですね。なんだけど、セイキン TV の時にもらったやつは全然違うんですよ。ほら、外枠がシルバーなんですよ。そこがまず一番大きな違い。で、大きさは、こう比べるとね、まあ大体同じぐらいかな。ただ中の金の再生ボタンの大きさとかは若干違いますね。あと色もちょっと違う。なんかこっちの色が濃いね。最近はもうこの黒いデザインになってるんですよね。で、どっちかっていうと、最近100万人行った人はみんなこれってことなんだよね。で、そう考えると、これめっちゃレアなんですよ。こっちの銀のやつ持ってる人ってね、ほんと数少ないと思いますね。結構前だからこれ。正面から見るとそんな大きさ変わんないんですけど、実は上から見るとわかるんですけど、このぐらいの厚さね。で、前のやつは、はい、これ。全然分厚さが違う。今回のこれ。
対前のはこれ。なんか前のやつより半分ぐらいになってないかな。まあよく言えばスタイリッシュになったっていうことかな。ただこの分厚さもいいんですよね、やっぱりね。この重厚感。で、実際持ってみるとわかるんですけど、そんな重くないよね、よく考えてみるとこれ。で、次、こちら、前のやつを持ってみると、重いんだよな。全然こっちの方が重いんですよ。余裕で重い。ちょっと重さ測ってみます。それでは今回もらった金の再生ボタン測ってみます。何キロ？ん？お、 2.9 だね。 2.9 キロ、約3キロですね。続きまして、もともと僕が持ってた金の再生ボタン、これね、多分結構重い。おー、全然違うじゃん。6.7 キロ。全然違いますね。倍以上。まあ、せっかくなんで、飾りましょうか。今後、ここに飾りたいと思います。じゃあ、もともとの、ま、これは、よし。まあ、いつも通りここに、置いといて。じゃあ、これは、こっち。置くとこがねえや、これ。ぬいぐるみ多すぎだってやつなんだね。これで座ると、よし、こういう感じか。おー、いいじゃん。バランスが良くなったね。重さがこっちが 6.7 キロ、こっちが 2.9 キロだったんですけど、ヒカキンの持ってる金の盾はね、もっと重いんだよね。あれはね、本当に第1弾の一番最初のやつなんで、超でかいんですよ。まずもう大きさがね、これより全然でかいのね。バーってでかくて、重さもこれより余裕で重いんで、多分10キロ超えるぐらいの重さですよ。ちょっと持つのやばいなってぐらい重いんで、そう考えると徐々にまあ軽くはなってきてますね。まあ何事もね、こう時代の変化とともに変わっていくもんなんで、まあね、この銀のやつもかっこいいし、まあ今回のこの黒いデザインもまあかっこいいと思うんですよ。まあ何にしてもね、金の盾が2つもらえるなんていうのは非常にありがたいことです。まあ最近はね、結構 YouTube で100万人突破する人も増えてきましたけど、100万人って結構とてつもない人数だと思うんですよ。だって確か東京ドーム満タン入って5万5000人とかそういうレベルですよね。だから東京ドーム20個分ぐらいで大体100万人とかになるわけですよね。その人数の方が登録してくれてるってのはすごいことなんですよ。まあ僕もね、普段そんな意識しないですけど、まあ改めてこういう金の盾をもらうと、また頑張んないといけないなというふうに思います。まあ TV はいいんですけど、ゲームズに関してはね、まああまり更新できてないので、ほんと全然出してない時はね、ほんとに1ヶ月1本とかそのぐらい出せてないんですけど、それでもね、これだけの方がやっぱ登録していただけるっていうのは期待をしていただいてるということですので、まあ改めてちょっと頑張ります。どうしてもね、こう楽曲作ってたりとか別のお仕事も今やらせていただいてるので、両方完璧に更新っていうのはちょっとね、なかなか難しいところではあるんですが、まあ本数命というよりは一本一本しっかりこだわって、楽しい動画作っていけるように頑張りますので、今後とも聖金 TV、 そして聖金ゲームズもね、ぜひよろしくお願いします。最近はね、聖金ゲームズの方でスーパーマリオオデッセイね、頑張ってやってますので、そちらぜひご覧ください。で、チャンネルを登録していただいて、あとなんか通知ボタンみたいなのあるんですよ。ベルマークみたいなのがあるんで、それを押しといてもらえると新しい動画が毎回こう通知でいくようになりますので、あ、更新されたんだなっていうのが分かりやすくなると思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の聖金 TV でお会いしましょう。 See you next time。Yeah.